おはようございます。今私は北九州市門司区の日桜にやってきています。朝は6時、こんな朝早くからどこに向かおうかと言いますと、今が全盛期、豊前本ガニの漁です。それでは行ってきます。福岡県の瀬戸内海側に位置する豊前海は、全国有数の渡りガニの産地です。豊前海の漁協では、この渡りガニのブランド化に取り組んでおり、身入りの良いものを豊前本ガニとして売り出しています。冬が旬の渡りガニは、10月中旬頃から身入りが良くなり、特にメスガニは濃厚なマコが味わえます。そんな豊前本ガニを求め、ひしゃくだ漁港から船に揺られて約10分、カニ漁の仕掛けがあるポイントにやってきました。ここにはたくさんのカニカゴが沈められているんです。いよいよカニカゴが引き上げられてます。お、入ってます。大きなカニがたくさん入ってます。小さいわね。はい。まあ、これは、うん、逃がせた、ああ逃がしてあげる、逃がしてあげたのが大きくなって戻ってくる。わあすごい大きいすごいずっしりして身が詰まってる感じがします。これは身が入ってるよ、持って帰って食べる。ああありがとうございます。いただきます。というわけで漁港に戻り、豊前本ガニをご馳走していただくことに。さてここに先ほど取れたばかりの豊前本ガニが並んでいますが、この豊前本ガニどのような特徴があるんですか？そうですね、豊前海自体底地とかあれを考えて、やっぱり渡りガニの生息しやすい面がありまして、身入りもちょっとこっちの方がいいんですね。このブランドを今後残していくためにはどのような活動をされているのでしょうか？今豊前海は13センチ以下の放流と放卵ガザミの買い付けで、それを放流事業をやっています。あ、やはり小さいカニは放流して今後のためにということですね。はい、では早速これを今から食べさせていただこうと思います。はいはい。蒸しがついに出来上がりました。早速食べ方を教えていただこうと思います。はい、じゃあここをね、はい、こういうふうにこう開いて、はい、あ、ちょっとマコがありますね。はい、これはね、はい、ビロビロ、これは食べられないから、はい、そしてこうして真ん中からあるんで、味噌が1個いっぱい、ね、味噌が、本当ですね。じゃあ早速いただきます。うん、身がしっかり詰まっていて甘みがあって美味しいです。あと味噌のところを食べさせていただいてよろしいですか？味噌はね、はい、ここですか？あ、するんやけどね、うん、ここ下品かね、はい、じゃあこの味噌がたっぷり乗ってる部分を、うん、すごい濃厚ですね。味噌がね、美味しい、味噌がすごく美味しい、うん、あ、ほら、味噌美味しいやろ。味噌の方がなんか少し甘みが強いですね。うん、そうそうそう、ここ上手に、上手に、ここ、さっきみたいに身がいっぱい。じゃあこちら、お酢の身の方になります。身が全然違うやろ。全然違う、ね、ベストースと違いますね。うん、いや身もしっかりしてるし、うん、ふっくらしてますね。そして今はオスの方が身がしっかりしてる。これから先はメスの方が、うん、マコが入ってからだんだんもうこのマコがね、オレンジ色の綺麗な色になるんですよ。あ、こんなんやないで、いっぱい入る、うん、甘みがあってすごく美味しい。うんうんうん、皆さんも福岡県の秋の味覚、豊前本ガニを食べてみませんか？
おいしいよ。